はい、というわけでどうもマルトラです。今回は妖怪ウォッチ2なんですけども、今日もねこの白いやつと共に頑張っていこうかなと思うんですけども、なんかね前コメントでいただいたんやけども、銀行かどっかにパスワード打ちに行ったら星5ガチャコインがもらえるっていうのをもらったんですけども、それ何個かパスワードを調べたら出てきて打ったんですけども、なんかね改造もあるっていうコメントもらって、ちょそれで怖くなりまして、正規の妖怪ガシャコインがもらえるパスワードをさ、一覧に載せて誰かコメントしてくれへん。うん。それ片っ端から打っていって、次回ガチャ引こうかなって思ってるんで、自分で調べろってか？めんどくさいから誰かやってくれ。というわけでストーリーやっていくんですけども、ケマモト村にいるおばあちゃんに会いに来たんでした。あ、おばあちゃん。優しそうな顔ですやんか。おばあちゃん家に行く。これ夏休みの醍醐味ですね。さあおばあちゃんと一緒に家に帰ろうというわけで、このおばあちゃん家周辺に妖怪おらんよな。おったらそいつら徹底的に抹殺せなあかんわ。あんなおばあちゃんの生活を脅かすゴミおる。これはちょっと友達ならんと殺さなあかんわ。これはどこにおる、どこにいる、これどこにいる、おばあちゃんを脅かすゴミは。ここか、この辺か、この上やわ。これおばあちゃん待っといてくれ。害虫駆除は任してくれ僕に。この中にいんねんけど、これ何、これ文校って書いたんだ。あ、学校か。あ、これおばあちゃん家じゃないんか。じゃあどうでもええわ。おい子供、ここに妖怪いるから気をつけろよ。お前取り憑かれても僕はどうでもええから。ちょっとそこのお店に寄っていこうかね。あ、なんか買うもあるんかな。おばあちゃんとお店へ行こうというわけで、いいですね。この左側に店がありますわ。何買うんやろ。今日の夜ご飯でも買ってくれんのかな。あ、ハゲてる。今日の夜ご飯でも買ってくれんのかな。入山商店。邪魔するで、都会から来ました。おばあちゃんから葉緑茶もらいました。これは世界一美味しい葉緑茶やで。うん。おばあちゃんの手に包まれたことによって、不思議な成分がね僕の力をもうみなぎらしてくれるんで、この葉緑茶も一生大事にせなあかんわ。うん、タイムカプセルのごとく土に埋めなあかんで、これから末代まで継承していこうかなと思うんですけども、おばあちゃんちどこにあんの。ほんでなあ、この山の上かな。結構周り家建ってんねんけど、この辺じゃなさそうやねんな。あ、田んぼか。ここって京都なん。なあ、ハゲてる。めっちゃ京都やねんけど、ここ京都の山科っていうところにめっちゃ似てんねんけど、この田んぼ道の感じ。うん、こういう自然豊かなところ僕は大好きなんでね。うん、やっぱりね。あ、こっちか。あ、おばあちゃんち、おばあちゃんちの中にキュッピーやんねんけど、おばあちゃんもまさか妖怪が見えるんか。なあおばあちゃん、隠してるだけで実は妖怪のことを知ってんのか。おばあちゃんは、おばあちゃんちに妖怪湧いてないよな。湧いてないよな。湧いてねえな。湧いてない湧いてない。ただいま帰ってきました。ゆっくりしてってちょうだい。わかりましたわ。ワンではこんなおばあちゃんおらんかったからな。あ、お土産渡さないと忘れてた。お土産買ってたの、ほんまに忘れてたわ。このあれ買ってくれ。あ、というわけで仏壇におまんじゅうを備えましょうというわけで、おばあちゃんち入ろうか。邪魔するで。あ、もうザ、あ、めっちゃめちゃ昔やな。おーろろろろろ、あれなんていうの、五右衛門風呂。ザ昭和やな。これも井戸もあるし。で、なんでここにキュッピーがあんの。おばあちゃん、そこのところちょっと詳しく教えてくれへんな。僕の後ろにいるこの白いやつも見えてんのか、おばあちゃんには。おばあちゃんそれ幻覚ちゃうで、この白いゴミ。それはちょっとお気を確かに持ってほしいんですけども、仏壇。あ、ここか。これおじいちゃんはもう亡くなってる感じなんかな。これおじいちゃんの仏壇なんかな。あ、やっぱそうなんか。おじいちゃん亡くなってんのよな。おばあちゃんだけか。これは食ってくれ。僕が買ったおまんじゅうやぞ。おじい様ですか。マルトラは僕のことを、あ、生まれる前に死んでもうたんか。なるほどなるほど。あんたのじいちゃんはね、
頭が良くてイケメンで強くて本当に立派な人。これは僕おじいちゃん子やね。おじいちゃんに似てますわ。おばあちゃんはそろそろ夜ご飯の用意でもしようかね。夜ご飯。これは絶品ですよ。うん。もう世界中の人間が何億と積んでも売ることはできない。幻の一品ですから。それを僕は今から堪能できる。この上ない幸せなんですけども、この仏壇の横にさ、おる、あの仏像何あれ？カッパみたいな。あれ。これ。これ何？これなんか絶対今後出てきそうやねんけど。この、あ、消え、え？消えた。妖怪レーダーで映そうと思ったら消えるこの仏像は何？え、これ絶対ストーリー関係あるやん。100% ストーリー関係ある。だってなんか障害物というかただの背景やから消えるんかなと思ったら横の皿は消えへんもん。なんでこの仏像だけ消えんの？絶対そうやんかなあ。これクロートの人ビビってるやろ。これ絶対関係あるやろ、この仏像。なあ。僕見つけましたよ、ノーヒントで。これすごいよね。これすごいよ。というわけで、キークエストやっていくんですけども、秘技、根変化の術、釣りどころじゃないっす。新鬼ごっこというわけで。これ、まあ、重要なやつなんかな。まあ、とりあえず全部クリアしてくるわ。本のあれこれというわけで、なんか根変化ってやつ重要そうやから、これだけちょっとやるわ。妖怪が持っている不思議な力の塊、それが根です。一徳寺の和尚さんに頼むと妖怪を根変化させてくれる。根変化をした妖怪は消えてなくなるわけではなく、いつでも生身の体に戻れるそうなんですが、妖怪メダルはなくなってしまうので呼び出すことは二度とできなくなる。なんじゃ根変化って。コンは他のコンを素材に合成することでさらに強化することができます。素材となるコンのレベルが高いほど大きく成長する。強化したコンを妖怪に装備してバトル U に進めましょう。というわけで、じゃあ友達を装備品にできるという、それは魔の錬金術なんじゃないのなあ。錬金術業界で禁止されてそうなやつやねんけどさ、大丈夫な？なん、なんか不死蘇りの術みたいなの魔法界では禁止っていうイメージがあんねんけど、それと同等のレベルちゃう？なあ、その友達を装備品に変化させるっていうのを。ちょっと僕はヤバそうなもんをゲットしてしまった。ちょっとやるか。コン変化、まあやりましょうかね。そうやな、いらんやつ誰かおらんかな。あ、昆布、この昆布いらんからこいつをちょっとコン変化しよう。コン変化、はい、これどうなんのこれ。コン変化、はい、魂だけ抜き取ったっていう。だからその辺に亡骸は捨てて魂だけ取ったっていう。え、グロない？今の当たりかい。というわけで、ストーリーのロック外れました。メインストーリー行こうかなと思います。なんか誰か叫んでますわ。これは急いでいかなあかんな。裏山の方。というわけで、裏山か。これなんかさ、ごっつい敵と戦う予感がしてんねんけど。はい、ドーピングあひゃっていきまして、さあこっちなんですけども、あ、キュッピーがいる。ほんでここダンジョンか。うーわ、これはレベル上げに最適なところちゃう？多分一番レベル上げに今向いてるところじゃん、ここ。ちょっと戦いたいね。敵のレベルがどんなんか見ていこうかなと。あ、カリパックンや。僕カリパックン欲しいねんな。取り憑かれていく。お祓いしていきまして、これ経験値なんぼもらえる？お祓いで13経験値か。まあ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 、いい感じのもんもらえるな。
じゃあ早くゾウちゃんしばき回していきまして、さすがに必殺技もったいない。あ、ジバニャンのその2連発攻撃を耐える、いいね。経験値なんぼや、ここ62経験値、下画面に出ました。62経験値か、まあまあいい経験値もらえんな。で、妖怪の D のやつも現れているんで、なるほど、まあこっちやな。あ、雲外鏡や。え、ちょっと待って、もう、え、雲外鏡使えんの？雲外鏡って確かワープシステムやんな。行ったところをまた行けるっていうあれやんな。僕ほんま欲しかったん、雲外鏡。めんどくさかってん、ここまで移動すんの。これ雲外鏡仲間になってワープできるやつやん、これ。ちょ、お前もうどうでもいい話しんでくれ。雲外鏡来た。あ、ちょっと待って、その前に宝箱と、ゴミやった。雲外鏡はでかい。ここなんか気づいてもらえるだろ。雲外鏡くん久々やな。これ最初からついてほしいよね、この雲外鏡システム。ほんまにめちゃめちゃ楽やからさ。でもまた行ったところ行き直さなあかんかったっけ、これって。そこにいる雲外鏡起こさなあかんのやったよね、確か。まあそれは一旦めんどくさいけども、ただ雲外鏡システムもらえるんは嬉しい。さあ友達なりました。これちょっと声を聞きましょうかね、雲外鏡くんの。雲外鏡、雲外鏡ってこんな声やったんや。雲外鏡、なんかお経を読んでそうな声ですね。うん、ド偏見なんですけども、今回のお礼といってはなんですが、遠出する際は私をご利用くださいというわけで、これはマジで嬉しい。雲外鏡を使ってワープができるようになった、これは嬉しいわ。スタミナ向かって走らんでええわ。雲外鏡の力を使えばいろいろな場所にワープができますと。ワープができるようになるには各地にいる雲外鏡に話しかける必要がありますと。雲外鏡をたくさん見つけて行動範囲を広げていきましょう。これほんま嬉しい、これは便利すぎる。友達を利用するマルトラ、悪の所業なんですけども、盛大に働いてくれ。ちなみに今雲外鏡で行けるところはどこですか？ワープ、あ、おばあちゃん家だけか。なるほど。で、次はこの山の頂上になんか行けっていうストーリーなんで、これ絶対にボスみたいなのおるな。楽しみやね。腕が鳴るね。ガチャで神引きしたからね。このババアを保つためにはいい機会ですね、これに関しては。ほんで道行く妖怪は別にええか、めんどくさいし。全スルーして、この辺で寄り道するからパート100ぐらいになってまうね、ラスボス行くまでに。さすがにパート20ぐらいには終わらしたいんで、もう早々にボスし、あ、こいつ見たことないんちゃう、これ見たことないんちゃう、これな。あ、こいつ見たことなさそう。貧乏医ですわ。貧乏医か。貧乏医は何好きなんやろ。逆に高級なウニとか好きそうやねんけど、そこは10円ガムとかのお菓子好きそうやな、こいつ。貧乏医どうですか？わからへんわ。うん、確か大好物やったらハート舞うねんな、食った瞬間に。今ただのパンパンパンやったから、おそらく、大好物ではなかったと思うんですけども、まあええわ。仲間なったら仲間なったでコンにできるし。あ、ちょ、螺旋が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 、はい、おい、仲間なるんか。さあ山頂にやってまいりました。何かあるんかね。雲外鏡の言った通り、まあ景色はいいね。柵ないんかいな、危な。これ死ぬぞ人、危なすぎるやろ。雨降ってきた、最悪のタイミング雨男やなマルトラな。あ、なんか妖怪はおんのかな。山の天気は変わりやすいですからね。まあ上にあるからね。どこか雨宿りできる場所に行きたいね。これは傘持ってへんのか。まあさすがにか。走んな走んな、そんな山や。は、危ない危ない危ない。これは何をしてんのなあ。一体それは何をしてんのなあ。絶対落ちるやんこれ、どっちか。これどっちか濡れちゃい、そこ注意するとこ、そこなあ。
こんな頂上の柵ないところで走り回ってるそこを注意せや。濡れるどうでもええねん。命の危機やぞ。なあ、なんかおるぞ。元気なのはいいが、そんなんじゃ風邪ひくぜ。お前もそこ？なあ、風邪ひくちゃうねん。命の危機やぞ今。なんかザ妖怪みたいなやつ来たな。傘のお化け。こいつ現代にもいそうやな。東京を頑張って探したら3人いそう。古より名の知れたメジャー妖怪、まさに傘の中の傘と言われているあのカラカサお化けさんですよ。あ、まさかの位の高い方でした。カラカサお化けさん、はじめまして。そりゃ有名やもん。じゃあ六六首とかもおんのか、この妖怪ウォッチの世界には。妖怪ウォッチの世界は全部空想の妖怪やと思ったけども、こういうリアル妖怪もおるんや。人間で言えばあのニャー KB くらいの大スター、古っこれ AKB でしょ、古いねん。あ、これ妖怪ウォッチ2新打ち、これ 3DS 何年前や、これゲーム10年ぐらい前、古いね。今やったらあれやん、少女時代やろ今やったら。あ、カラカサお化けさん帰りましたわ。雨が止んで用なしになったというわけで、我々も帰りましょうか。そうですね、おばあさまのご馳走。そうやねん、ばあちゃんが飯作ってくれてんね。これはいい夜になりそうですね。おばあちゃん家に帰ろう。強制的に戻してくれや、めんどくさい。これ雲海峡の出番じゃん、これ。あ、絶対そうやで。あ、なんかある。これ祠か、なんじゃこの景色。あ、これこれ、この景色すごいな。めちゃめちゃ綺麗やん。やっぱ 3DS といえどグラフィックはまだまだ綺麗やな。さあ雲海鏡を使ってばあちゃんち行きましょうか。はいと。このシステムマジで楽。僕スタミナム10本買ったんやけどもいらんかったな。うわ楽やわ。こんな感じでこれから行き来できんのか、いいね。帰ってきました、楽しかったです、非常に。今日は収穫あったで。雲海峡というどでかい、出たー、夜飯でおとげー。これなんでなん、なあ、なんで夜飯でおとげーすんのこのゲームは。ほんまに意味わからへんねんけど。なあ、しかもあの音楽じゃないねん、このおとげー、会話やねん。このケータとジバニャンとウィスパーの会話で音ゲーするっていう、この会話音ゲー、マジで意味わからへんねんけど、これ斬新すぎる。妖怪ウォッチでなんか妖怪たちが喋ってなんかいろんな空想の妖怪出てくるだけでも斬新なゲームやのに、ここにもこんな斬新な要素が組み込まれている。まあそりゃね、稲妻イレブンとかいう超ド級の超次元サッカーバトルを生んだ会社やもん。それはね、他社が思いつかんことするって。思いつく？夜ご飯で会話で音ゲーしようって常人は思いつかんで、さすがレベル5様。さあ夜になったんで寝ましょうかね。起きるにゃん、なんや、妖怪か、妖怪かこれ。ジバニャンくん、ジバニャンが、あ、トイレですか。あ、一人で行くん怖いと。かわいいなジバニャン、これかわいいわ。ジバニャンってなんで現実世界にいないんですかね。こんなもんおったらもうずっと僕は頭の上に乗せとくのに。なんかストーリー始まった。うーわ、なんかおる、盛大に引き連れてなんかおんねんけど、これ何これ、レア妖怪かこいつ。あの、かわいい。私には無理、もう帰らして。キズナメコ、キズナメコ、キズナメコちゃん、この子。いや、舐めてほしいね。なんかごっついやからに絡まれてるわ、このナメコちゃんが。それをこのウィスパーが、守るというラブストーリーですわ。はい、まあ、おそらくこいつはしばき回すことになるのかな。リー夫人、リー夫人なんか見た目的に結構強そうな妖怪と思ったけども、ババアやん。さあ戦闘始まっていきまして、寝違える先輩のクソ
スを朝シャバーぶちまいていきまして、いや強なったねみんな。やっぱレベルもうちょっとで20やからね、もうワンパンですわ。はい、ありがとう、余裕勝利。レベル上げすぎたか。まだ上げすぎっていうレベルではないよな、17やから。まあ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 言うて抑えてる。ほんまやったら30ぐらいにしたいねんけど、まあ前のことがあるんで、はい、もう僕は学んだわ。で、キズナメコ、この子友達なるパターンかな。今日妖怪友達2人増えたね。というわけで朝になりました。あ、おばあちゃんどうした。おばあちゃん、あ、1日乗車券の有効期限が切れてしまった。あ、こんなんもあんの。リアルやね、リアルやね。妙にリアルやねん、こういうところすごいな。おばあちゃんどうした。おばあちゃんどうした。あ、仏壇が荒らされてる。なんでや、これ妖怪の仕業か、あんたのおまんじゅうが。あ、ちゃうわ、でっかなってるわ。でっかなっとる。なんじゃこれ、ばっかでかくなった。関西弁やね、ばっかでかくなったぞ。なんでこの村中でカボチャやポストやらいろんなもんがバッカでかくなっとるんよ。バカでかくなってんにゃ。はえー、これなんでなんでしょうか。妖怪の仕業か。まだストーリー続きそうやなこれ。さあ、でっかなったおまんじゅう追いかけていくんですけども、あ、なんか入った。クラ、これ妖怪の仕業ですか。そんな妖怪、何その妖怪、いろんなもんでっかくする妖怪。仲間なってもいいないな。待っていたでふー。あ、語尾からしてデブかこいつ。60年間ずっと待ってたでふー。妖怪ウォッチを持つ者が来るこの時を。あ、ちょっとやばい予感がする。これボスか、どでかいボスと戦う。あら、ジバニャン、弾き返されたジバニャンが今な、何人、なんか殴られた今。何も見えへんかったけど、僕、俺でなきゃ見逃しちゃうねのやつを連れてこなあかんで、これ。あ、でっか、クソでかいなこいつ。これバカでかいな、さすがバッカでかいよこいつ。あ、でっか、クラパンパンにおる。なんじゃこいつは、これ何こいつ。あ、プニプニしてんの。ええやん、ええやん、これこいつ抱きしめながら寝たいな。そんな方法で引っ張り出す。逆にこいつどうやって入ったんここに。うーわ。何こいつ、めちゃめちゃ可愛いやん。ジバニャンのでかいバージョンみたいな。え、めっちゃ可愛いこれ、クソ可愛いやん。こいつのなんかぬいぐるみとかありそうやな。でかにゃん、名前の通りのでかにゃんやん。こいつのぬいぐるみ欲しいな。おっと、これボスか、この演出。あ、ボスっぽい。おそらくボスやぞこいつ、おそらくボスやこれ。弱点は多分このキノコやろ。まあ、ネチガエルで、ネチガエルじゃなくて普通にあのおにぎりでよかったか。まあええわ、ネチガエルでとりあえず、しばき回して、次おにぎり使おう。これどんだけ入る、ネチガエル。はい、いや HP が分からへん。でも、こんな感じでいって、おにぎりで、クソみたいに叩き潰していきまして、一刀両断、これ結構入る、70ぐらい入る、ブチン75。あ、倒した。あの自動で進むからさ、あのなんか知らん間に終わってんねん、こういうでっかいやつの戦闘。ありがとう、仲間なってほしいなこいつ。仲間ならんか、参ったでふー。こいつこのまんまなんか、戦闘の時にこのでっかいことなるっていう。あれビーチバレーと一緒のシステムなんこいつ。
へえ。寝たキャラやな。あ、抜いた。あー、ちっちゃなんの。あ、かわいい。そっちのフォルムの方が、あ、え、ボイスある。え、うーわ、なに冬にゃん、勇ましい。冬にゃんは聞いたことあるというか、前回出てきたっけ、ワンの時。こんな格好になるって思ってなかったな。なんじゃこいつ。浮遊霊の浮遊。あ、そうなんや、面白。浮遊霊。はあ。あの世へ行かず、この世をさまよう霊のこと。はあ。24時間365日ふわふわ状態だそう。あ、だからあんな感じで、なんかでっかい風船みたいな感じだったんや。面白いな。面白いね。つくづく妖怪面白いね。お、次のストーリー。60年前に巻き戻せ。というわけで、新しいストーリーが始まってまいりました。この冬にゃんとの関係がよくわからへんし、もうジバニャン寝てるし、もうこの空間幸せやん。巻き戻せきよ。あ、え？巻き戻せ。あ、これ。これカジさんの声や。え、冬にゃんの声優さんってカジさんなん。はえー。えらいイケメンやな、これ。あ、なんか。ね。あー、これ死んだわ。これ死んだ。あ、死んだわ、これ。確実に死んだな。道連れにされました、冬にゃんに。これは。これ確実に死んだ。ありがとうございました。嵐。あ。これ、60年前に巻き戻せっていうことは、これ、60年前に来たっていうことか？そういうことなんか？なんかさっき、ひいじいちゃんがなんちらって言ってたんで、そのひいじいちゃんに会いに来たということか。60年前のケマモト村。なるほど。時は60年前に遡ったというわけか。え、ていうことは、え、ガチャ引けへんのか？え、え、ガチャ引けへんのか？これって、現代に戻れる？なあ。冬にゃん。カジさん。現代に戻れるよな、これ。頼むわ。戻してくれ。それは、ストーリーより、あ、ちょ。あ、戻れなさそう。ガチャお預け食らった。